ゃ絶対できない。葵ちゃんをドキドキさせたい。あ、こういらっしゃい。また勝手に入ってきて。で、ドキドキさせたいって何なの？怖くてドキドキしているとき、近くにいる人を好きになるって話知ってるか？あー、怖がってるドキドキと好きのドキドキを勘違いしちゃう吊り橋効果のことだね。それそれ。だから葵ちゃんをドキドキさせるような怖いデートスポット教えてくれ。でも葵ちゃんってめちゃくちゃ怖いものに強いよね。きっと普通のアトラクションじゃドキドキしないんじゃないかな。そうなんだよ。なんとかならないか。海外のツアーやアトラクションならもしかして。日本では絶対できないドキドキ体験。ドキドキ体験楽しそう。海外には葵ちゃんがドキドキするようなツアーがあるのか？海外には日本と比べて過激な遊びがたくさんあるんだ。中には過激すぎておすすめはしづらいものもあるんだけど。面白そう。世界中の遊びを何でも体験できる何でも体験ゲートを使って実際に遊んでみよう。それいいな。デートの下見もできるし。というわけでルイ、ね、危険かもしれないよ。それでもいいから頼む頼む頼む。あー、確かに僕も一度体験してみたいんだよな。わかった。ただし絶対防護ビタミンを飲むこと。はい。それじゃあまずは竜巻を打つわかな。え、いきなり竜巻？それじゃあ早速行こう。竜巻を打つわ。本物の竜巻だ。風が強すぎるよ。葵ちゃんは喜ぶかもしれないけど怖すぎるんだぜ。こんなツアー本当にあるのか？アメリカには竜巻を追跡観測するプロ集団ストームチェイサーがいるんだ。その人たちと一緒に竜巻のすぐ近くまで行けるツアーがあるんだよ。プロが一緒なら安全だよね。危険はないんだな。あー、そうでもないかな。竜巻に近づきすぎて怪我をしたり、中には死んじゃう人もいるみたいなんだ。竜巻を追うツアー、乗ってる車ごと吹き飛ばされそうでビビるんだぜ。ドキドキ度 100%。 分かった。あんなに竜巻の近くじゃ俺の方がビビっちゃうかも。葵ちゃんにかっこ悪いところは見せられないから、これはパスだ。俺でも楽しめるドキドキ体験はないのか？遊園地とか。おお、遊園地いいね。それじゃあインドの人力観覧車はどうかな。葵ちゃんが観覧車でドキドキするかな。まあ実際に見ればわかると思うよ。それじゃあ行くよ。人力観覧車。これシートベルトないのか？乗る前は小さく見えたけど上がると結構高いね。それにあの人は何をやってるんだ？この観覧車を回しているんだよ。この人力観覧車は人が歩くことで回転する仕組みなんだ。ハムスターの回し車と同じ原理だね。そうなんだ。乗ってるだけで怖いのに、あの人が落ちないか心配で二重にドキドキするんだぜ。人力観覧車、あんな大きなものを歩いて回しちゃうなんてすごいよね。ドキドキと 60%。 慣れたら面白かった。今度は観覧車を回す人やってみたいな。葵ちゃんと二人で観覧車に乗るのは最高だけど、慣れるとスリルも少し足りないんだよな。他にはドキドキできるところってないのか？それじゃあ次はベトナムのワニ釣りはどうかな。ワニを釣っちゃうのか？釣ってみたい。うわー、すごい、ワニがいっぱいいるよ。ここはスイティエン公園っていうベトナム最大級のテーマパークで、とにかくユニークな遊園地として有名なんだ。その中の名物アトラクションの一つがこのワニ釣りのコーナーなんだよ。このワニを釣り上げるのか？ワニ釣りという名前だけど、実際に釣り上げることはできないから、釣り糸の先に鳥の内臓をつけてワニにあげる餌やりなんだけどね。よかった。釣り上げたワニからどうやって逃げるのか想像してビビったぜ。ワニ釣り、餌に食いついたワニに自分まで食べられないように注意だ。ドキドキだ 90%。 ワニよく見ると可愛かったね。そうだな、うまそうに俺があげた餌を食べてるの見てたら余計に可愛く思えたぜ。だけどあれだと葵ちゃんはドキドキしないかもな。次は葵ちゃんの好きな高いところで頼む。それなら悪魔のプールはどうかな。悪魔のプール？ここはアフリカにあるビクトリアの滝で、幅は2キロ、高さは108メートルもあるんだ。世界で最も有名な3つの滝、世界三大瀑布の一つなんだよ。すっげえ、こんなでっかい滝は初めてなんだぜ。それで悪魔のプールはどこにあるの？ビクトリアの滝の上、つまりここが悪魔のプールなんだ。これがプール？どこがプールなんだよ、ただの滝の端っこじゃないか。ちょっと油断したら絶対落っこちちゃうんだぜ。流れはそこまで速くないし、水が落ちる手前が少し出っ張ってるからめったに落ちることはないらしいよ。めったに？なるほど、ここは葵ちゃんとのデートには最適かもな。水着姿も見られるし。悪魔のプール、プールって名前だけど、どう見てもただの滝の頂上だよね。ドキドキ度 120%。 そして葵ちゃん、
ンジ君どうしたの？すっごいドキドキするプールがあるんだけど、一緒に行かないか？悪魔のプールって言うんだぜ。え、あの悪魔のプール？ずっと行きたいと思ってたんだけど、アフリカだよね。大丈夫、何でも体験ゲートを使えば行けるんだぜ。うわー、ここの景色最高。そうだね。こんなに高いなんてゾクゾクしちゃう。そうだね。怖すぎるけど、葵ちゃんドキドキしてるから我慢なんだぜ。こう、痩せ我慢してるね。葵ちゃんの前だから怖いって言えないんだろうね。あれ、ゴーンジ君顔が真っ青。大丈夫？怖いのと葵ちゃんの可愛さで心臓が。ゴーンジ君、ゴーは滝と葵ちゃんにドキドキしすぎて気を失ってしまいました。マルト、せっかくのチャンスだったのに。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。